ピエロ・デ・パルマ2013年4月5日は、イタリア南部のバーリー近郊のモルフェッタ出身のテノール歌手。日本では長らく1916年生まれとされ、詳細なキャリアは不明とされていたが、1950年代から1990年代の長きにわたり、主に脇役テノールとして、数多くのライブ録音、スタジオ録音を残した。合唱団員として、デビュー後、 1948年にイタリア放送協会でソロ歌手としてのキャリアを開始する。歌劇場でのデビューは1952年のサンカルロ劇場とされるが前年の1951年7月にはローマで行われたデッカのテバルでの最初のラボエーム録音に参加している。以後、1992年のメトロポリタン歌劇場でのレバイン式の あルスタッフまで40年以上、70を超える作品で200以上の録音を残している。中でも、トスカのスポレッタ役は、1950年から1992年まで16種類の録音があり、中には、マゼール式のドイツ語での抜粋録音も含まれるなど、脇役テノールの代名詞的存在であった。日本でも、1976年の NHK、イタリア劇団公演で、 同化師とアドリアーナルクブルールを歌っている。脇役テノールとしては、1950年代からアンジェロ・メルクリアーリ、レナート・エル・コラーニなどが活躍していたが、デパルマは、その美声とテクニックで同僚たちを明らかに上回っていた。主役級の役としては、レオンティン・プライスとドン・ジョバンニのダン・オッタービを、サン・モーテ・オアサイ・キエル・アンクアの二重章を RCA に録音している。 代表的な録音としては、道化師での別編役が挙げられる。デルモナコと共演した2種類のスタジオ録音に加えて、1952年のジーリとの共演や、1976年の日本での NHK イタリア歌劇団公演でのドミンゴとの共演など、王、コロンビーのノの名シで主役を食うほどの存在感を見せた。他にも、デッカへのマノンレスコーでのエドモント、 お天狗での歌詞をは、その際立った美声による、みずみずしい歌唱が印象深い。1980年代以降も、カラヤン、コリン・デイビス、レバイン式のファルスタッフや、ショルティアムーティ式のトスカの録音に出演するなど、健在ぶりを示した。ありがとうございます。